こんにちは。またこのチュートリオか。武器防具の使い方。違うバトンか。あ、これ、武器の防具の装備は戦闘の基本だ。今からやり方を教える。新しい武器や防具を見つけたり、店で買ったりしてもそれだけではダメだ。メニューで装備を選ぶ。装備を買いたい。買いたい。発音どうかな。買えたい。買えたい味方を選ぶ。付け替えられるのは武器。防具。アクセサリーだ。アクセサリーは特別な効果を持つらしい。付け替えたいものを選べば、装備できるもののリストがここに出る。画面左の方には付け替えた時の効果がある。効果が出る。確認ボタンで武器をチェンジだ。攻撃力、防御力が上がるのを確認しろ。特にマティリア穴と成長率には要注意だ。連絡穴があるものはそれだけ有利と言える。アクセサリーは外したいときは、指カーソルをアクセサリーに合わせ、三角ボタンを押せばいい。武器と防具は外してはいけない。というより外せない決まりだ。いつ戦闘になるかわからないからな。装備し終わったら、マテリアも装着しな、押した方がいい。装備を変えた場合、自動的にマテリアメニューになる。今後新しい武器を手に入れれば、たくさんマテリアをつけられるだろう。以上。次は、これだ。マテリアの、装着かな。装備かな。装備。マテリアは人間の未の力を引き出す。改めてマテリアの使い方を説明しよう。まずメニューを開く。マテリアを選んでくれ。次にマテリアをつけたい味方を選ぶんだ。ここで俺の武器に注目。それぞれの武器、防具には穴が開いている。マテリアをはめたい穴を選ぶ。そして取り付けたいマテリアを選ぶ。これは回復マテリアだ。取り付けた時の効果が知りたければ、チェックに指カーソルを合わせて、決定ボタン。これはバトルの時選べるコマンドと同じだ。カーソルを魔法に合わせて決定ボタン。使える魔法が増えているのがわかる。これで新しい魔法ケールが使えるようになった。マテリア装着かな
装着葬儀。装着は以上で終了。そうだな、私のノートでこの時々めんどくさい言葉書く、書いたほどいいだろ。これは読み方だいたいわかる。まあいい、漢字書く。問題は、最初はそうわかっているけど、それは何？着か、儀か。儀かな。それほど難しくはないだろ。マテリアを外したいときは、穴にカーソルを合わせて、三角ボタンが楽だ。一つだけ気をつけてほしいことがある。マテリアを装備すると自分の状態が変わる。強くなる部分だけかというと、逆に弱くなる部分もあるんだ。普通魔法マテリアをつければ魔力は強くなる。魔法が使えるようになるが、逆に力や体力は弱まる。我慢、左のこのあたりにマテリアの影響の凄にが凄いが出る。凄いが出る。度合いが、まあ、よくわからん。度合いが出る。愛、組み合わせかな。うん。調子に乗って魔法マテリアをつけすぎないことだ。なるほど。わからん。以上だ。続いてもっと高度な使い方を教えてやる。じゃあ見ては装備できるという意味だろ。組み合わせる、装備できる、簡単でしょ。マテリアの高度な使い方。よし、そろそろ終わり。このチュートリアル。新しいマテリアを見つけたら、まずメニューで確認。マテリアの中にはちょっと変わったものがある。これもその一つ。全体化のマテリアだ。ミティアかな。マテリア、うん、これは単独で装備かな。装備じゃないね。装備かな。そうかな。しても何も起こらない。装備当たっている。でもあの感じ変みたい。装備かな。ちょっと高度だが、この使い方を説明する。俺の武器に注目。そうだな、最初の装当たっている装備の場合でも本当かな。着技 B も呼ぶ。そうかな、装備かな。二つ穴があるが、よく見てみろ。穴と穴がつながれて、連絡かな。連行穴になっている。連結穴に入れるのがポイントだ。マテリア同士が影響し、愛強化される。これがつながった穴でないと効果は出ない。試しに全体化を一方の穴に、雷をもう一方の穴に入れる。サンダーを敵全体にかけられるようになる。ただし一回の戦闘での全体化回数は限られる。他の組み合わせもいろいろあるぞ。回復と全体
かで、そうだ、ケールが味方全体にかけられる。意味のない組み合わせもたくさんあるかな。例えば、回復と雷槌、サンダーとケールは普通に使えるが、マテリア同士は影響し合わない。全体化のような特別なマテリアは何でも支援マテリアというらしいが、マテリアの色を見れば区別できる。話は変わるが、マテリアはそれ自身成長する。地味成長、まあ、入れ替えても他の見方が使ってもマテリア自身が戦闘のたび成長する。レベルが上がればより強力な魔法が使えたり、マテリアの効果が強くなったりするらしい。さらにマテリアがマスターレベルになった時、子供を産むかのように分かれて増えるという。マテリアが増えすぎて持ちきれない時は売るか捨てるかした方がいい。新しいミティレアが手に入れられなくなるからな。セイトンを使うと便利だぞ。この中のセイトンを選べば種類ごとに並ぶ。すべてはかな、すべて外すで装備してるマテリアを全部外せる。装備だな。捨てるっていらないマテリアを星に返す。おっと心配するな。むざ捨てやしない。そうだな、打った方がいいかな。さて、マテリアの成長についてだが、成長する割合は、はめられた武器、防具による2倍に成長するものもあれば、全く成長しないものもある。装備、そう、これは装備だな。はい、これは装備。あのやつは、前回のやつは何？はい、これは装備です。装備の時には気をつけるんだ。それから、マスターレベルになったものは、それ以上成長しないし、増えもしない。マテリアの効果は、ほとんどの場合、武器、防具、どちらにつけても変わらないが、聞いた話では、属性と追加効果は、武器と防具どちらにつけたかで効果が違うらしい。何でもこのようにはとほもないマテリアもあるとか、どの武器防具を使うか、どのマテリアを組むにするか、自分が今日最強と思う組み合わせを考えてくれ。俺が教えてやれるのはこんなところだ。残りは5ですね。あ、いや、4ですね。そうだな、最後は画面閉じることです。戦闘時の体系について説明する。並び方もまた戦いを
左右するものだ。メニューで体型を選ぶ。これは役に立つかな。入れ替えたい味方を選ぶ。前回のボスファイトでもしバレット・クラウドと体型したなら、この体型を使ったなら勝ったの方が楽しようかな。入れ替えたい場所を選ぶ。戦闘時の立ち位置が変わる。この場合有利不利はない。しかし同じ味方を2回選ぶと戦闘時の前列後列が変わる。ああ面白い。弱いやつ後ろにいたろ。ティーファーかなり弱いだろ。左にいる時が前列、右にいる時が後列の意味だ。前列では戦うを選んだ時、敵に与えるダメージは大きい。あと、反面敵から食らうダメージをも大きい。後列では敵へのダメージは少なく、敵からのダメージも小さいわけだ。ただし、魔法攻撃は後列でもダメージは変わらない。遠慮より攻撃ができる武器もダメージは同じだ。じゃあ、ティファ後列かな。弱いやつは、これは後列ね。後列の方がいい。バレて弱いか。まれに不意打ちで敵に後ろを取られる時がある。バックアタックと呼ばれて前列後列が逆になる。おまけに戦う体勢がそそののに手間取り、スキーができる。うまく戦わないと弱いやつが直接攻撃を受けて危険だ。反対に俺たちが先手を取れる時もある。それが先制攻撃のチャンス。思いっきり叩け。相手に前後を取られた時は挟み撃ちという。逃げられないからバックアタックより危険だ。反対に俺たちが前後を取るとサイドアタック。戦闘中でも前列後列チェンジ可能だが、戦闘に入った時点はここで設定した体型になる。以上、俺の場合当然前列がいいだろう。3。これは3。自分の現在の状態を知るのも戦いの基本だ。メニューのステータスを見てくれ。状態を調べたい味方を選ぶ。情報量が多くて驚いたか。順を追って説明する。まず経験値とレベル。レベルがピンと来ないやつがいるかもしれない。レベルは LV と君が枯れていることが多いが、実践経験が増えればそれだけ強くなるということだ。二つあるバーグラフのうち上のものを見ろ。次のレベルまでどのくらいか知ることができる。強敵に
かってない時は弱い敵でレベルを上げてみろ。案外楽に倒せるはずだ。マテリアの付け方や敵との相性、善楽にもよるがな。続いて HP と MP。 HP は生命力0になれば戦えなくなる。 MP は魔法の元となる力だ。魔法ごとに消費する MP は決まっていて、必要な分 MP がなければ使えなくなる。2つあるうちの下のバーグラフはリミットゲージ。怒りのたまり具合がわかるだろう。いや、わからない。どこだ？バーグラフか。攻撃には戦う時の通常攻撃、それと魔法を選んだ時の魔法攻撃がある。このそれぞれに攻撃力、防御力、回避率があるわけだが、レベル、武器、防具、マテリアにより決まってくる。そうだな、クラウドの命中率高いですね。それだけで高い。残りは全てを総合した結果が下の一覧だ。そして戦闘時に使えるコマンド。現在装備中の武器と防具、アクセサリーだ。ここでもう一度決定ボタン。攻撃にはいろいろな種類があり、攻撃、カーレイ、ライト、毒、銃、水、風や性、攻撃、スイカ、属性、スイカは刺激ね、毒、火、動乱、騙す、早く、遅い、止まる、カエル、小さい、途中かな、石、貝、物、魔、藩、棒、線、操縦かな、それ、戦う、塔、な、魔、なんで魔、魔は何、闇、属性と追加効果と言われている。モンスターによっては炎に炎かな、炎に弱かったり、霊気に弱かったり、雷に弱かったりする。マテリアアクセサリーによってこうした属性を攻撃に加えたり、敵からの属性攻撃を除いたり、防いだり、わからん、これ、できる。これも書くかな。なんという、変。あの変はなんだ？ムーラですね。これはムーラと、肩にムーラ、ムーラ変かな。それ。何やら、G がたくさん出ているが、ビビることはない。属性、これは属性かな、属性だと思う。に対する自分の状態が白い字で出る。ここより下に出ているのは、スイカ効果の状態。敵の中には嫌な攻撃をしてくれる、してくるものがいる。こちらの状態を変化させる攻撃だ、それを。追加効果と呼ぶ。
代表的なものをあげよう。 眠り毒闇闇闇石か石か石か混乱沈黙帰るこれらの状態は戦闘が終わればほぼ回復する早く血した血したければ直した 早く直したければアイテムや魔法を使うこれはスイカ効果もミーティアアクセスにより攻撃に加えたり防御したりすることができるマテリアやアクセサリーを付け替えた時チェックしてみるといい属性スイカ効果を使いこう なせば、こなせば戦いは軍刀楽になる。以上、繰り返しになるかもしれんが、いいえ、戦闘不能はアイテムのフェニックスのオーマター、そして、マテリアの魔法、レイズで直してくれ。これは直すか、よし、覚えた、直す。 思い出した直したな。これは長い。別に繰り返したくない。まあ、近い将来に。<笑>そんなことないでしょ。リミット技について説明する。敵からのダメージで怒りが直言に達した時、 思わぬ力が使えるのは経験で分かっただろう。問題はそれをどう使うかだ。メニューでリミットを選ぶ。まあいい練習だな。いい読み練習。味方を選ぶ。ここで自分の限界をどこに置くか決める。 限界を低くすれば技のパワーは小さいがその分数多く出せることになる限界を高いレベルに設定すれば破壊力は大きいがたまりにくいこのような技も経験により発電 発展していく。つまり成長するということだが、どの技を使うかで発展の方向も変わる。そうだ、ボスファイトでもっと高いレベル使った方がいいだろう。かなり弱かったね。その方向性は俺にもわからない。 自分で見つけ出していくしかないな。聞いた話だが、君、金物のようなアイテムで覚えられる技もあるとか。小物、そうだな、君じゃない。このフォントはちょっと変です。君だと思ってでも、そうだな、フォントの問題。そんなものが、 本当にやるのかどうか。以上、うまく使って戦いを有利にすることだ。最後です。よし、その他の注意。ああ、よかった、終わり。常識なので分かっているとは思うが、念のため言っておく。 指示があるまでディスクホルダーを開けたり他のものと取り替えたりするな。ディスクホルダーを開けた場合後のことは保証できない。以上。よくわからない。ホルダー、ディスクホルダーなんだ。現在のディスクホルダーか。このゲームのホルダーか。
終わり、よかった。ゴミちょっとでも。いいですか、こんな宝箱にはお得なアイテムが隠されています。ボトルタイプや袋タイプなど、他にも種類がありますから、お見逃しないように。犬、ワンワン。基本的なボタン操作方法。ワンもチュートリオ。L1R1 ボタン、チョコと曲がる。上、右、歩く。これは手に入れるこの犬か。方向き、ボタン、メニュー、話す、決定、走る、取り消し。ソフト リセット方法。L1、L2、R1、R2、セレクトスタート。以上のボタンを同時に押すとリセットがかかります。フィールド上のみ有効。この犬、なんだ？取った？うん？指？なんだお前？僕、ポジション化する。歩いているとき、迷ったら僕を呼び出して。セレクトボタンを押せば、僕が君の、心身、シソ、スンスン頭の上につきまとうよ。俺より目立つな。僕が邪魔かい？そんな時はもう一度セレクトボタンを押してね。それからボタンは僕はこう見えても結構忙しいからいつでも登場はできないんだ。出てこなくても怒らないで。それじゃあね、バイバイ。終わりか、コン。ポジション化する。フィールで迷った時にはセレクトボタンを押してください。ポジションカーソルが表示されます。なお、フィールドによっては表示されないことがあります。ご注意ください。終わり。ボタン。これクラウド。なんだこれ。クラウド。なんでクラウド？セーブ。セーブポイント。今週は、うっとりくるくる。これが噂のセーブポイント。セーブ、またくとチュートリオか。セーブポイントでは、テントを使って休むこと、セーブすることができちゃいます。本当はもう一つあるんだけど、今は秘密。楽しみに待っててね。もし全滅しても、セーブしておけば、その場所から復活することができちゃうの。これなら安心して全滅できるわよね。ちょっと先の話になるけど、ミッドガールを出ることになったら、地平線まで広がるワールドマップで好きなだけセーブすることができるの。その時が聞いたら思い出してね。ただいまご紹介に預かりました。足がセーブポイントでございます。旅先行き、で、お目にかかることと思いますが、今後ともよろしゅうお願い申し上げます。なんだそれ。旅先行き先。変だな。俺様が宝箱だ。初心者の君たち、俺様をしっかりと探してくれよ。よし、この人たち、それじゃない。じゃあ何を、先生、体型はティフルだろ。クラウド真ん中どうだろう。クラウド真ん中の方がいいかな。
どっちの方がいい？真ん中だな。クラウド。クラウド真ん中。クラウドさん真ん中。装備、クラウド装備。何かある？バスターソード。なし。アクセサリー。何もない。バレ？バレット。ない。何もない。ティーファ。何もない。メティリア。メティリア持っているだろう。変化できる。じゃあこれは何？ AP0。力マイナス1。全体化。組にした魔王に全体化がする。ね。これは何？ AP、雷。これは雷。AP、雷、雷。これか。回復。回復系の魔法が使えるようになる。じゃあ、ティーファの、あの魔法のやつ、ティーファかな。回復。そして、バレー、バレー。この全体化かな。どうぞ。それはいいかな。魔法。それだけでいいだろう。あ、リミット。クラウドのリミット。レベル。おかえる。ニート、あ、ま、チェック、チェック何？チェックしよう。敵に一体を攻撃。ヘビーショット。敵一体を攻撃。ティーファは、チェック。全部一体。あ、わからない。まだ、アンロックしていないか。じゃあ、セーブしよう。セーブポイントメニューを開いてセーブを選ぶとゲームの状態を保存できます、まあ、とりあえず本物のセーブ作りましょう。あー長い。でもあのチュートリオも終わり。よかった。はい、お疲れ様です。いやー